王子、なんだかあったかいな。王子、起きてください。あったかくてなんだか起きたくない。アレクサンドル・パストゥール王子、起きなくちゃダメかな。だって起きたら、はじめまして、アレク王子。そして、おはようございます。おや、まだ目が見えなかったりします？この指、何本に見えます？5本。ちゃんと数も数えられるんですね。やっぱり王族の方は我々とは素養が違いますね。とかじゃなく、だお前誰だ。ここはどこだよ。俺に何する気だよ。お腹が空いているようでしたら何かお作りしますが。腹が減ってるとかそういう問題じゃないだろ。減ってるけど。だったら何かお作りいたしますよ。今まで王子は流動食ばかりだったようなので、徐々に慣れていきましょうね。お前は一体誰なんだよ。私のことをお知りになりたいんですか。お前敵かもしれないじゃん。あ、今さら納得すんな。これは申し遅れまして、失礼いたしました。私はサフィルス・ホーさん、奈落王の勅命で王子の身の回りの世話をさせていただくことになりました。作戦参謀としてもお役に立てと申し遣っておりますので、何なりとご用命くださいね。奈落なんとかって、参謀って。ああ、そうですよね。王子はまだ目覚められて間もないですからね。わからない単語などは後々ゆっくりお教えします。今王子に理解していただきたいことはさほど多くはありません。あなたの名前と、あなたがこの世界にとってかけがえのない存在であること、そして私があなたの味方であるという3点だけです。お前本当に味方なのか。はい。本当に本当。ええ、本当に本当ですよ。わかった。信用してやる。ありがとうございます。お前は俺の味方で、俺の言うことは何でも聞くんだな。ええ、そうです。俺って偉いのか？偉いですよ。王子はこの世界の支配者である奈落王の作られた
次代の王候補ですから。王候補？あなたは王になるために作られました。女の腹から生まれるわけでもなければ、初めから言葉を覚える必要もない。特別にあつらえられた高貴の生き物、それがアレク王子、あなたです。そうか、俺王様になればいいのか。ええ、奈落の王とは特別な存在です。強大な力で宿敵とされる天井からの侵攻を防ぐという大事な役割がまずあります。また奈落王の不在時には必ず天災が起きます。王の生死は世界に激しい影響を及ぼすのですよ。じゃあ今も？ええ、各地で天使の動きが活発になり、中規模の天災が起こり始めています。各地の封印も効力が弱まってきているようですし、今の奈落はあまりいい状態ではありません。そんなの大変じゃん。早く俺が王様にならなくちゃまずいんだろ。それがそううまくはいかないんです。王子をこんなテントにお連れしたのも、奈落王であるお父上のたってのご命令でして、王子にはプラチナ様という弟君がおられます。王位はお二人のうちどちらかお強い方に譲ると仰せられまして。それってプラチナってやつに勝たないとダメってこと？ありていに言ってしまえばその通りです。プラチナってどんなやつ？銀の髪と青い目、体も王子より大きいですね。線の細い外見をしていますが、力の素養は計り知れないものがあります。王子は王都にいた時のことを覚えていますか？なんとなくでしか覚えてない。プラチナ様は私が見た当時はすでに目も開いて耳も聞こえていたように思います。それってあいつの方が優秀だってこと？いえいえ、そんなことはちょっとあるかもしれませんけど。なんだよお前、俺の味方だったら否定しろよ。申し訳ありません、つい本音が。大体そんな感じの方です。あちらにも私と同じように参謀が派遣されています。一応は公平か。大丈夫です、私は王子が必ず勝ってくださると信じていますよ。お前本当にそう思ってる？ええ、思ってますとも。本当の本当に？本当の本当にです。よし、負けたらやっぱり尺だもんな。ええ、その通りです。やるからには勝ちましょう。うん、サフィーサ、サヒヒサーフィールスですよ。
アヒルス、あれ、舌が回っていないですね。お前の名前難しい、帰ろう。そんな無茶な。じゃあ縮めてサフィー、これならいかがです。サフィー、これなら言えるぞ。頑張ってくださいね王子。私たちの未来はあなたにかかっているのですから。おう、任しとけ。じゃ、軽く食事をしてから始めましょうか。あ、そういえば腹減ってた。お腹いっぱい、美味しかった。それは良かったです。じゃあさ、デザート。私の名前はサフィルスです。サじゃないです。冗談だよ、本気にすんなよ。本気に聞こえるから怖いんです。ちなみにデザートはありませんよ。おやつは一日一回です。これは私の教育方針ですから。ケチ。ケチじゃありません。あなたはこれから奈落の王を目指すのです。ビシバシ行かせていただきますよ。ケチ。とにかくまずは私たちが勝てる体制を整えなければなりません。王子、町に出ましょう。町って何？私たち以外の魔人がたくさん固まって住んでいるところです。私たちは今は敵であるプラチナ王子の目をかく乱するためにテントで移動しながら行動しています。もちろんあちらもそうですけどね。ですがたった二人では戦力的には心もとないですから、部下を探さないといけません。部下って、要するに俺の言うことを聞く子分を増やせってことだよね、お前みたいな。私は参謀です。子分じゃ、めんどくさいから子分1でいいよ。1番ならいいだろう。はい、決定。かっこ悪い。とほほ。でも外に出たら天使がドバーって出てきたりするんじゃないの？そういう時は私が王子を守りますから大丈夫ですよ。それなら安心だね。はい。
じゃあさっさと行こう。強いやつがいいよね。ええ、強い方がいいですね。あなたを助け、守るものです。そして、あなたが守るべき人でも。俺が？ええ。そうだよね。俺、王様になるんだもんね。はい。よし、行くぞ、サフィー。これより王子に協力する部下たちを集めます。マップに表示されるキャラクターが部下になる可能性を持ったキャラクターのいる場所です。キャラクターに何度か会って、彼らの気持ちを王子に向けさせ、部下にしてください。ただし、キャラクターにも感情があります。出現する選択肢の答え方によっては、イベントを進めても部下にならない場合があります。注意してくださいね。せめて3人は手に入れたいところです。まずは会いたいキャラクターのアイコンを指定してください。了解いたしました。強い部下が見つかるといいですね。うわあ、いろいろ店があるな。王子はこういうところに来るのは初めてですもんね。あそこにあるのうまそう。お、王子、待ってください。勝手に買い食いなんてしたらダメですよ。いいじゃん、ちょっとくらい。あー、大丈夫か、坊主。何すんだよ。前見て歩け。おお、泣かんのか。偉いな。よしよし。泣くかバカ。ほら、言わんこっちゃない。マントが汚れちゃったじゃないですか。洗濯が大変です。ああ、あいつ、謝らないでどっか行った。ちょっと王子、どこへ行くんです？こんなムカつくとこにいられるか。帰る。あの、でもここには何かありますよ。せめて確かめてから。さっきのああいうやつばっかりだったらムカつくから帰る。はあ、じゃあそうしますか。だいたいお前がこんなとこ寄ろうなんて言うから悪いんだ。はいはい、わかりましたよ。とんだとばっちりですね、こりゃ。なんか言ったか？最初の出会いはいかがでしたか？他にもたくさんの可能性を見つけました。これでも参謀ですから。
王子、次は誰に会いに行きますか？同じキャラクターに会いに行くこともできますよ。すごい山道ですからね。一休みしましょうか。うん、そうしよう。もうこれ以上はやだ。絶対やだ。喉乾いたから飲み物。冷えてて甘いやつがいい。そんなの用意してませんよ。なんだと？お前しもべ失格。そんな無茶言わないでくださいよ。それじゃあ帰ります？それじゃあここまで来た意味がないじゃん。それはそうですけど。どうなさるんですか？私は奇跡なんて起こせませんよ。じゃあ帰る。いや、そうではなくてですね、もう少しこう我慢なさるというか、なんというか。かって聞いたのはお前だろ。いや、それはそうですけど。ああ、言うんじゃなかった。だから帰る。俺の意思じゃなくてお前の提案を受けてそうすることにする。帰る。わかりました。やれやれ。王子、次はどちらへ行かれますか？あるな。王子、帰りましょう。え、なんで？王子にはちょっと早すぎるような気が。そのやっぱりやめませんか、入るの。そんなことないよ。もう日がないんだし、早く強いやつを集めなくちゃ。サフィーだってそう言ってたじゃんか。それはそうなんですけど。なんだよ、変なやつ。はーい、お兄さん何してんの？見たところ、ここは初心者さんみたいだけど、私が案内してあげようか。頑張っちゃうわよ。どうって。いや、順序ぶっちゃって。この町に来たってことはそういうことでしょ？それとも私じゃ不満？不満も何も、私たちはそういう目的で来たんじゃないですから。
王子も助けてくださいよ。なんか遊んでほしいみたいだよ。なんか邪魔っぽい。いや、ちょっと王子。いいっていいって、たまには息抜きしなよ。こんな機会もめったにないしさ。そういう問題ではなくてですね、助けてくださいよ。私はああいう女の人ってちょっと。そんじゃまた後でね。あー、ちょっと王子。たまには部下に休暇もやらないとな。きっと俺ってメイ君になるよな。どうも不穏な空気を感じますね。用心には用心を重ねましょう。今はあまり遠出しない方がよろしいかもしれません。よろしいですね王子。なんだか最近慌ただしかったな。いろいろなやつと会って話して、目が覚めてからずっと誰かと話してる気がする。王子、王子いらっしゃいますか。ん、ソフィー。大変です。プラチナが攻めてきました。さびれたところだな。ま、隠れるにはちょうど良いでしょう。それより緊張してませんか。そんなもの持ち合わせていないな。そうですか。兄上はどこにいる。今探させています。っていうか、あっちから出てくるんじゃないですかね。まさか、それはないだろう。仮にも奇襲をかけているんだぞ。アレク王子の人となりを風の噂で聞く限り、そういう資料はなさそうな感じがするんですが。ん？ま、なんだったら呼んでみますか。プラチナ様のご登場ですよ。バカ。わあ、本当に来てる。王子、いきなり出たら危ない。わあ。ね、なんだなんだ、何しに来たんだ。ジェイド、不意打ちなんて卑怯じゃないですか。卑怯か？今思いっきり予告したような気がするんだが、
ついでにお前にはさっき会ったじゃないですか。突然なのは変わりないじゃないですか。こっちにだって準備というものがあるんです。うわあれが俺の弟。想像してたのとはだいぶ違うぞ。坊ちゃん、どんな外見をアレク王子に吹き込んだんです。吹き込んだなんて人聞きの悪い。私は事実をありのまま述べています。牙も角もないな。普通っぽい。全然似てないけど。何ですかそれは。化け物ですか。似てないっていうのは同意見ですが。初めて会うよな。それともお前は俺のことを覚えてる？なんか初めてなのに名前知ってるって変な感じ。お前もそう思わない？聞こえてるか？なあなあ。うるさい。気安く話しかけるな。俺がここに来ている目的は分かっているのか？王子、こっち。それ以上近づいたらいけません。プラチナは敵ですよ。お前の参謀はよくわかってるじゃないか。うん、俺とお前は戦うためにここにいる。無駄な馴れ合いなどいらん。頑張りましょうね、アルク様。これでどうだ。くらえ。やったな。くらえ。まだまだ。はあ。行くぞ。うわ。はあ。行くぞ。うわっ。
これでどうだ。くらえ。いててて。同時に攻撃しますよ。うまくいくかな。王子、自信を持ってください。いててて。チャンスだよサフィー。そうですね、二人の力を見せてやる。やったな。チャンスだよサフィー。そうですね、二人の力を見せてやる。同時に攻撃しますよ。うまくいくかな。王子、自信を持ってください。俺の勝ちだ。上出来ですね。やっぱり素養が違うってことですかね、プラチナ様。とどめを刺しても構わないか。王子に触らないでください。って言ってますけど、普通は刺しますね。くそ。油断のしすぎだ。それでも俺の敵か。だって俺たち初めて会ったんだぞ。なのにすぐに殺し合いなんてできるわけないじゃないか。それが甘いというんだ。あっという間に勝負がつきましたね。じゃあサクッとやっちゃいますか。待て。ん？とどめは刺すな。見逃すんですか？なんでまた。こんなチャンスめったにありませんよ。理由は？やる価値もない。
プラチナ様がそう言うんじゃ、私は何も言えないですけどね。んじゃ、帰りますか。待てよ。せいぜい逃げ回れ。王子、手当てをいたしましょう。サフィー、まだ負けていません。あなたが生きていますから。ごめん。これくらい大したことじゃありませんよ。あいつ本気だったな。本気じゃないのは俺だけだったんだ。王子も本気になっていただけますか。うん。では手当てを。奈落のすべてを手に入れて、あなたが王になる日のために。うん。ケースの中でのことも覚えているものですか。くだらないことを聞くな。くだらなくはないですよ。次に殺せないなら、あなたは一生兄上を殺せないと思うか聞いている。あそこで勝負はつけておくべきだった。違いますか。問題はない。仮を作らせてやっただけだ。余裕ですね。口が過ぎるぞ。あの王子は侮れない存在になりますよ。美しい目をしていました。ケースを出てから成長したのは、何もプラチナ様だけじゃないってことです。分かっている。痛い目に遭いましたね。気を取り直して頑張りましょう。どちらへ行かれますか。